皆様こんにちは。今回は結構発売してからかなり時間が経っちゃったんですけど、リクエストがね多かったので、このメディアのブライトアップルージュの新色4色をレビューしていきたいと思います。はい。でこのメイクはねチットチャット撮ったんですけど、カラコンはフレッシュルックデイリーズのピュアヘーゼルで、リップは今このキャンメイクのフルーティーピュアオイルリップの3番重ねてます。でブラウスはリベッカのブラウスを着てます。では早速紹介していきたいと思います。4色あって、なんかそれぞれの色っていう感じ。ピンク系の新色、ローズ系の新色、レッド系の新色、オレンジ系の新色っていう感じです。ではね、何からいこうかな。ピンク系からいこうかな。 PK04 番からいきたいと思います。こんな感じの発色です。で塗ってみます。はい、一度塗りでこんな感じ。結構発色しますね。でたっぷり塗ってこんな感じです。すっごい春っぽくて可愛い。でラメとかは特に入ってないです。はい。で次、RS05 番ローズ系のカラーを塗っていきます。結構ね落ち着いたカラーですね。こんな感じです。塗っていきます。一度塗りでこんな感じです。かなり大人っぽいローズ系のカラーです。でたっぷり塗ってこんな感じ。うん、すごい好き私。なんかローズ系でものによっては浮いちゃうものも多いんですけど、これすっごい可愛い大人っぽい、うん、カラーです。上品なローズ系ですね。そして次 RD04 番赤系のカラー、なんかザ赤っていう感じ。見た目はこんな感じです。結構明るめな赤リップですね。塗ってみます。はい、一度塗りでこんな感じです。でたくさん塗ってみます。はい、めちゃくちゃ可愛いです。もうザ赤っていう感じで、顔色をパッと明るくしてくれるような赤リップ。なんかイベントとかね今後いけるようになったらつけていきたいリップです。はい。そして最後オレンジ OR の02番、こんな感じのカラーです。はい、では塗っていきます。一度塗りでこんな感じ。今までの中では一度塗りの色味は薄めかなっていう印象です。でたっぷり塗ってこんな感じ。うん、結構見たまんま発色をしてくれるようなリップです。まあ全部ね、ほんとこのリップのいいところは見たまま発色をしてくれて、一度塗りでもしっかり色が出るっていうところが大好きなポイントで、あとはまあツヤが本当に綺麗です。まあ1100円、税抜き1100円で割とお手頃な値段で、色展開がねこのシリーズはすごいあるので、好きな色が絶対見つかると思います。はい、もう新色この4色もめっちゃ可愛い。で私の中で一番はまあ赤って言いがちなんですけど、今回ねこのローズ系と接戦ですね。どっちも好き。なんかローズの方が大人っぽくつけたい時で、赤はこう派手な感じに見せたい時かな。でオレンジはもうね夏にすごくいいと思うし、ピンクも春らしいピンクで、こうパキッとしすぎてないピンクなので使いやすいです。はい、もうめっちゃ可愛いです。超おすすめ。まあ今ねあのテスターがないと思うので、気になる方の参考になれば嬉しいです。
はい、こんな感じで今回はメディアのブライトアップルージュの新色4色をレビューしました。はい、すごいね、おすすめなシリーズなので、ぜひね1本は使っていただきたいなと思うリップです。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録もよろしければお願いいたします。で、今日ね着てるブラウスもそうなんですけど、私のオリジナルブランドリベッカもあるので、気になる方は概要欄の URL から飛んでいただけたら嬉しいです。ではバイバーイ。